さあ、それでは公開をお願いします。どうぞ。撮影の方はよろしいでしょうか。大丈夫ですか。もうちょっと。やはりもう実際これを優勝した時に掲げた時には非常に、まあ、本当にこのトロフィー自体も重いんですけれど、まあ、本当に今まで女子サッカー全てに携わってくれた方々の思い気持ちも込めて、気持ちが入った思いもあったので、それもある意味非常に重かったです。実際に目の前にするとすごく大きくてとても重たそうだなと思います。実際に優勝して掲げたいなと思います。やっぱり日本の女子サッカーのためにワールドカップ優勝するっていうことは本当に、大切なことであって、まあ、本当に簡単じゃないことだと思うので、まあ、そこに向かって自分自身がまずはできることを一つ一つクリアしていきながらチームの力になれるように頑張りたいなという気持ちが今は強いです。去年にワールドカップ優勝した時はなんと7歳だったと思います。本当このトロフィー触りたいな、掲げたいなと思いました。そしてそのトロフィーをここにいる選手たちがこうリフトアップしている、そこのイメージを持ちながら7月の本大会に向けて準備していきたいと思います。ちょっと関係性が垣間見える笑顔でお願いします。監督から笑顔の指示入ってます。はい、ではムービーの方お願いいたします。動画なのでね、皆さん。